愛霊五分、愛一五分、愛古墳群、愛古墳群の一愛古墳群は、大阪府茨城市愛にある、古墳群。2期が、茨城市指定史跡に指定され、同郷二面が、茨城市指定有形文化財に指定されている。大阪府北部、愛川、佐保川の間の丘陵大根城に映像された、古墳群である。2008年時点で20期が確認され、 前方後円墳1基の他は円墳と推定される。0.15分は1981年に発掘調査が実施されている。古墳群は尾根状に東西に分布し、西から東の順に蓄造されている。古墳群の内最西端の05墳は最西端に所在する円墳で直径15メートルを測る。主体部の埋葬施設は墳頂部における 年度格2期で、1号年度格からは、斜円半肉国1050太鏡、玉類、2号年度格からは、平円半肉国40鏡、石釜、玉類が出土している。1号墳は、前方公園墳で、墳球主軸を東西方向として、墳球長45メートル、高さ約5メートルを測る。墳球表面では、吹石のほか20公園の弾きつぼが認められる。 主体部の埋葬施設は、公園部墳場における、年度各2期で、いずれも、墳丘主軸と平行方向とし、1号年度各からは、石串士車輪石、クワガ大使が出土しているが、2号年度各は、未調査である。その他の古墳については、12号墳で、鉄刀、鉄属、バグ、水駅の出土が知られるほかはつまびらかでない。この愛古墳群では、 0.1 5分は古墳時代前期の築造、2号墳は埴輪の最終から古墳時代前期、または中期の築造と推定されるが、その他の古墳のほとんどは古墳時代後期の築造と推定される。古墳時代前期から後期まで連綿と映像された例として注目される古墳群であるが、前期と後期の間には空白期間があり。 付近の将軍山古墳群と似た様相である点が注意される。0五分、1五分の古墳域は1998年に茨城市指定史跡に指定され、0五分出土橋は1997年に茨城市指定有形文化財に指定されている。ありがとうございます。